青森隆は、日本の政治家、実業家、北陸極東警備保障代表取締役、参議院議員を務めた。1957年、金沢大学、附属高等学校卒業。1983年、全国電気通信労働組合石川県委員長を経て、衆議院議員総選挙に日本社会党を公認で、旧石川県。 第2区から出馬するが落選する。1989年、第15回参院選に、連合の会から出馬。定数1の石川選挙区で現職で自由、民主党公認の島崎人氏を抑えて初当選する。1993年、奥田慶和の自民党離党、新政党結成により協力関係を構築し、 翌年の県知事選で推薦した谷本正則が当選したことで県政の主流派に属する。しかし1995年、第17回参院選で再選を目指すものの生広市に敗れて落選した。2018年1月4日、政治団体立憲民主石川を届けで代表となった。しかし、同19日に、 立憲民主党の福山哲郎幹事長と会談した際に福山から正式な支部組織と誤解されかねないとして名称の変更を求められた立憲民主石川が政治団体として県選管に届け出石川毎日新聞2018年1月6日石川版北国新聞2018年1月20日ありがとうございます